どうも、こなまるですキー太郎ですす今日の TMI はこなまる TMI は串揚げを久々に食べて胃もたれがもうすでにすごいんですけど胃もたれになんか効く何か教えてください誰か昔さ大阪で一緒に串揚げ食べたよね <laughs> 懐かしい <laughs> さやねえのね卒コン帰りにねじゃあ今日はガルプラデビュー予想 いよいよガルプラも、もうデビュー前の動画はこれで多分最後になるんじゃないかなということで、まあ、我々のね、二人のデビュー予想を出そうと思うんですけど、まあそもそもはね、これエンタメとして出すような感じなので、まあなんかそういったものを見ちゃうと耐えられないという方とか。<laughs> でそういうのあんま好きじゃない方はもうここでねストップしていただいてお願いしますとじゃあデビューメンバー予想の1位から4位がこちらですまあ,あのここら辺そもそもねやっぱ上位層本当に、ね、下から行きたいんだけど上位層変わんないかなっていうことでねこっちからやってますから <laughs> 今回 <laughs> そうしかもやっぱりあのね中間順位発表があったらねもうその影響ありありだよねえてかさそもそもさあのさ中間順位ない状態でうちら本当はさその日収録しようとしてたじゃんそもそも違ったっけ そうだよね。あ、なんかその次の日とかにやろうとしてたのかなああ、そうだね、そうだ、ん、ね。やれなかったら、多分全然違う順位予想だったよね、きっとね。<laughs> 全然、1位シャオティンだったよ。<laughs> 悲しい。<laughs> 本当に。何も知らなかったあの頃。平和なあの頃。タロウムーンとコナマルムーンはほとんどね、一緒なんだけど、違うのが、メンバー的に違うのは、イエソーが入っててタロウムーンに。あ もももうううううデビューしてるから、うん、これはもうセーラーイエソームーンだよね、うんそうもうちゃんと変身コンパクトを受け取って変身した後のイエソちゃん<笑><笑>あじゃあセレニティ的なやつねそうそうそう,そういやイエソームーンで、えー、と私のこのマルムーンに入ってるのがヨウンちゃんなんでねメンバー的にうん,、うんうんうん、で順位が順位がちょっと違うけど一緒なのがダイオンちゃんが1位だねそうだねまあでも確かになんか中間順位だとチェヒョンちゃんが1位だったじゃんうんでもなんかあの前回のクリエーションミッションの,あの K の飛び抜け方をさ私はね覚えてるからそれでやっぱダヨン ちゃんは強いいなっていう印象んあとやっぱりなんかさ最初にマスターに1位として選ばれてたじゃん一番最初の「オオオの時の、うん、なんかそういうのもあるからさこれで最初で最初1位最後1位みたいななんかすごいかっこいい終わり方してほしいなっていう意味でもう1位にした、はあ、確かにねなんかそのドラマありえそうだねうーんすごいよねダイオンのためろみたいな感じになっちゃうよそれだとすごいねうんそうだねなんかマスターにもね「いやダイオンはゆくゆくは絶対入ってくるから、ね みたいなこと言われてたもん、ね、いやマジであの言葉すごいよねよく考えれば <laughs> そっから本当にグイーンときたもんねうん私マスターだったらそんな無責任なこと言えないもん <laughs> 怖いよね <laughs> <laughs> そうだね。まあ、この辺は硬いよね。で、この丸ムーンはメンバー的にはね、中間順位と変わんないんだよね。単純に、ユジンちゃんとヨウンちゃん入れ替え、ダイヨンちゃんとチェヒョンちゃん入れ替え、みたいな感じかな。うん,う,んうん、うん、うん。うん。まあでもメンバーとしてはもう硬い。ここももう硬いだろうって、下がる気がしない。もう正直、こっから。 うん確かにね。次、5位から8位がこちらです。ここでいよいよちょっと違いが出てきたね、若干だけど。うん、そうだね。じゃあ、ちょっとタロウムーンから。そうだね。やっぱり、うん、なんかあの中間順位発表に、まあ、引きずられそうになったんだけど、うん、いやいやと。うん。うんうん、いや、もうそれに負けちゃいけないと。やっぱりなんか自分の気持ちを強く持って、<laughs> うん、全然大どんでん返しあるなと思って。うん,うん、うん。やっぱ自分の希望ももちろん入ってるけど、入れましたって感じかな。 そうだね。えっと、そうだね。やっぱ、シャオティン、中間順位発表では16位だったけど、世界がね、これじゃあかんっていう形でもう、みんな、地球上の人が入れてるんじゃないかと思って。ってかさ、シャオティンに関して言えばさ、入れてない人い、なんだろう、う全部のこの放送を通してさ、入れてない人いないんじゃないかぐらい、シャオティンみんな入れてそうじゃない一回は絶対入れてるよね。<laughs> そ,うそうそうそう、あの、特に3人とかさ、ブつとかの時とか、うんうん、含めたら、めちゃくちゃ多そうだよね。うん。 でさ、多分この中間順位発表出るまで誰も思わなかったじゃん、きっと。うんうん、そう、だから、やっぱ、シャオティンはここまでグッと上がってくるんじゃないかなっていう、まあ、希望も込めて入れたって感じで、で、やっぱり、J グループから、まあね、本当は3人も4人も入ってほしいけど、まあ、さすがにちょっと、中間順位発表見た後だともうそうもいかないって感じはするから、まあ、ヒカルちゃんと、まシオちゃんかな、今のところ。入れましたって感じで、あとは、ヨンちゃん。もう、ヨンちゃんもうちょっと上かなとも思うんだけど、全然。うん。うん,うん。まあ、でもヨンちゃんも、 絶対メンバーには入れるメンンババーーにに入入入れれるると思うから入れましたまあ怖いのは単純に K グループの場所が1位、4位と7位が一緒っていうのは怖いよね、なんか、うちらが。なんで場所いつも一緒なんかな、そういうの。<laughs> <laughs> K の場所全部一緒なんよ、今のところ。<laughs> 確かに。恐ろしいね。<laughs> うん、で、こナマルムーン的には、まあ、ヤーギンルイチは、なんか、ここら辺ワンピック強いみたいなイメージがあったから、まあ、下がるどころか燃えて、そのワンピックの人たちが布教活動を始めるよ、ここで。<laughs> 家族と。<laughs> 初めて <laughs> いけるいけるかもしれないみたいな感じの熱で声かけ始めて投票入れとるから多分あ <laughs> ストーリーとかも想像してるわけねそう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 やっぱりね <laughs> あのワンピックあの硬くなるなんつうの強いワンピックの人ってやっぱり気持ちも強いからうんそうなんかここでいけると思ったらオタクはすごい力を発揮すると思ってるからさわ <laughs> かるわかるまあ中国のね、うん、ガッと人口をね使ってね <laughs> でもさ日本の人でも J グループじゃない 日本人でも日本人でもこの2人好きな人絶対多いじゃん多い、うん、だからそういうさ日本人もオタクとしても強いと思うから頑張ってそうま、うん、あ確かにねうんまあ単純に入ってほしいっていうのもあるしねであと「イエソー」がやっぱり「ヤソムーン」になるには入らなきゃいけんから、うん、やっぱ「ヤソムーン」そうそうそうやっぱ「ヤソムーン」になるためにはって思って入れたちょっとよく本末転倒なんかよくわかんないけど <laughs> もうここまで「エそヌーン」押してたらもうえそちゃん入ってもらうしかないよね <laughs> そうそうそういや入らないとダメダメと思ってさわ <laughs> かるわかる <laughs> 当たり前に入れたからイエそヌーンをでひかるちゃんねひかるちゃんはもう入ってほしいやっぱ入ってほしいっていう気持ちで入れてるうんうんう,ん,、うん、うん,なんかあとやっぱり J は絶対誰かしら入らないとちょっともうテンション下がっちゃうからこちらも <laughs> <laughs> ねこのさ応援できるかできないかがちょっと変わってきちゃうよねさすがに変わってきちゃうここまでさやっぱり YouTube もやってきてさ一緒に追ってきてさなんか見守ってきたのに J グループいないとなかなかデビューしてからが厳しいよねそううちらもさ取り上げようにもうみんな見てくれないかもしれないって思っちゃうしね <laughs> そう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 ,うん難しいところだよねうんまあでもひかるちゃんも私も大好きだからその入ってほしいっていうのもあるし大好きだからねやっぱひかるちゃんを生かすには k p o p のステージじゃないとな ート舞台じゃないとダメよダメでいよいよ最後第9位がこちらですおおって感じでねお<ー>じゃそちらからまあ僕はプーちゃんプーちゃんいいね、うん、プーちゃんいやねプーちゃんまあルイチーと迷った正直でまあどっちも入れたい気持ちもあったけどやっぱさ外せない子も多かったから、まあ、僕はちょっとプーちゃんの方にかけてみたって感じまあギャル好きだもんね <laughs> <laughs> そうプーちゃんプーちゃんのツインテールをデビューしてからも見たいそうだねプーちゃんさマジでさどんどん可愛くなってってる気がしないこう柔らかさ出てきたよねうんうん確かにね可愛い,いあのさパジャマパーティー的なさ生配信のやつのプーちゃんもめちゃくちゃ可愛かったね髪染まっててさやばいねわかるわかるわかる、ね、で私はマシロちゃんでマシロちゃんは本当私的にはもっと順位上なんだけどなんかマシロちゃんはドラマがあるかなと思ってさううん、うんそうなんなか 9位で呼ばれて、あの、ほんとメンタル的にはめちゃくちゃ辛いと思うんだけど、9位で呼ばれて、すごい、なんか、崩れ落ちるというか、なんか、みんなが喜ぶみたいな。まあ、誰が9位で呼ばれてもみんな喜ぶと思うけど、なんか、ましろちゃんって、その、JYP いて、みたいなさ、ドラマンがやっぱすごいじゃん。うん,うんうんうん。ここで9位でデビューしたら、もうなんか、すごいじゃないかと思ってさ。いやー、それ、泣いちゃうわ、僕も。ねえ、でしょ、うん、もう、うん、もうやばいよ、多分。勝手な想像、想像だけど。わ <laughs> <laughs> かるもんさ 番組のことも考えてるわけね。<laughs> 番組というかまあね。<laughs> やっぱドラマがある子はドラマそのまま生み出すんかなと思って。ああ、でも確かに。いや、9位はドラマチック。最後に呼ばれるってやっぱドラマチックだもんね。うーん、そうなんよね。だからやっぱり、シロちゃんはね、ちょっとそもそもデビューしてほしいよね。わかる。でもさ、ここに本当にさ、入れれなかった子いるじゃん。入ってほしいけどみたいな。私的にはやっぱシャオティン・有利な、うん、あ、そうだ。粉丸・シャオティン入ってないね。そうなんよ。やっぱちょっとさ、順位的に難しいかなっていうのがあるし。 あと私はさ C グループみんな結構さ好きな子多いんだけどその中でも好きなのがあの2人なんよプーちゃんとルイち、うん、この2ピックみたいな感じだからシャホってもめちゃくちゃもうさあの「スネーク何回見たか」みたいな <laughs> 前回さ私「スネークみんな見たでしょ」とか言ってキレてたけど私もだ。うん <laughs> <laughs> 投票投票ごめんなさいなんだけど <laughs>、えー、うんでもめっちゃ好きな夢分かる分かる入ってほしいねでもシャオティンもマジで入ってほしいねなんかさ噂によるとさこの韓国本国でもさシャオティン救済みたいな流れがあるって噂あるじゃんうん,うん,うんそうだからもしそれが本当に来てたら韓国の人の一票はさ本当普通のグローバルの人よりも何倍もさ価値があるからそこが頑張ったらめっちゃ強いじゃん,うんそうだね全然ひっくり返る可能性はあるよね うん、だからもう全然入るかなって、まあ、今になって今思っている <laughs> あとゆりなちゃんも同じ感じかなゆりなちゃんもシャオティいるならゆりなちゃんももうさなんかもう入ってほしいよねわかる僕もゆりなちゃん入れたかったんだよねいや本当にゆりなちゃんもさめちゃくちゃ逸材でさあの何よりセンター適性のやばさね、うん、あそこの輝き私大好きあの可いいやばって思ったもんそうあとやっぱりビジュアル的にもねビジュアル要因としてもさか、まあ、可いい子みんなってかみんな可愛いいけど まあその中でもななんか正当派いいみたいなさ欲し,い、ね、欲しい。よね欲しいやっぱさ、ビジュアルの強い人ってさ、どんどんさ、なんかさ、ビジュアル人って、デビューして、ビジュアル E で終わるかと思いきや、めちゃくちゃさらに垢抜ける場合あるじゃん。民事みたいな。わかる。わかる。そこ、なんか、どんだけ天井なしみたいなさ、かわいさんの人おりよね。そうそう <laughs> <laughs> そうなんかそういう感じになってほしいのよねうんうんかるなんかすっごいさ濃いめちゃくちゃさきついメイクとかでもめっちゃみんなちゃんかっこよくなりそうじゃないなりそうえやばえ見たいデビュー作り直したいぐらい見たい <laughs> <laughs> そう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 。<laughs> なんか今さ、黒髪ストレートみたいなさ、感じじゃん。なんかその感じじゃなくて、あの、色でガンガン入れて、K-POP アイドルみたいなさ、え、見てみたくないめっちゃ。やばい、金髪ゆりなちゃんめっちゃ見たいんだけど。えー、やば。えー、なんで入れんかったバカバタし。<laughs> 絶対お人形さんみたいで可愛いよ。ええー。<laughs> <laughs> 何何いやでもほんとそうだ。なんか俺も確かに、てか俺も入れてないからさ、やばいよね。やばいやばいやばい。想像でやばいから、絶対実物でやばいから、これデビューだわ。もうなんなんっけ、<ー>マジで。<laughs> <laughs> 一番盛り上がるっていう。いか本,か本来のもともとチアがやりたかったデビューメンバーには絶対入ってたんよ。そう。あの中間ので、ちょっとさ、消極的になってしまったよね、<う>つい。<laughs> そう,そうわかる、るわかる。もうさ、あの中間人発表あってからさ、何かが変わったよね、なんか <laughs> え、太郎、何回かさ、そもそもデビューメンバー僕作れませんみたいなこと言ってたよね、今日。<laughs> いや、なんかもう、テンション的に、デビュー要素できないって、こなまりに打診したんだけどダメだったから。<laughs> <laughs> はあみたいな。<laughs> ダメだよ、みたいな。こ <laughs> の<う>丸プロデューサーの OK でんかったね。<laughs> そうそう。いや、でもね、多分皆さんね、中間人発表出てから、いろんなね、思いね、してる人多いと思う。多分、こういう人多分多いと思うんだよね。まあ、そうだね。えー、もうね、うん。気持ち的にも、テンション的にも。うん、でもやっぱり、信じて投票するしかないから。うんうんうん。そうだ,ね、だからね。信じてね。家族にね、声かけたりね、友達に声かけてね。そうだよね。だってさ、韓国票と同じぐらいにさせ あと10人ぐらっと10人に声かければ、だいたい韓国の1人に勝つ。ああ、だから、私さ、もともとサヤネとかのスマートフォンのさ、投票あったじゃん。あれも11人ぐらい声かけてたから、うん、その、それやってたら、買ってたってことよね。<laughs> <laughs> 会社の方に声かけたりしてたから。<laughs> でもそうだ <laughs> <でも S 1> <laughs> <laughs> それでやっと一票に並ぶからね。<laughs> きつくない。向こうが、韓国の人にそれやられたら、韓国の人がさ、職場で声かけたらもう、すごいことになる。そう、そうだね。110人とかやるもんね。<laughs> <laughs> 恐ろしい <laughs> まあだからさしてないことを願うしその韓国人の人も違う人にさ J グループとかにそういう感じでねやってくれるといいよね普通にうんうん確かにああ、本当に怖いね怖いあとはやっぱり、まあ、J グループシャナちゃんもねうんいや本来だったら入れたいし入ってほしいけど、うん、ねえどうかねでもさあのシャナちゃんってそもそも韓国人気高いじゃんうんまし、あ、ろちゃんとかよりも前回高かったからシャナちゃんそのシャナちゃん推しの韓国の人が投票結構頑張ったらそれもう それも全然チャンスあるしねあるあるあるだってなんならもう J グループはさ中間順位で12から15位でもう4人団子だからねうん、うん、そうだね誰にでも可能性あるよねね本当だよね、うん、で今回はさこの中間順位発表されたけどいざ生放送始まったら生放送の生放送始まったらまた中間順位発表みたいなのするのかねあー直前順位みたいな感じでそう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 日はさそうそう2ででそうだね 変わっっっったたたは西が入ぐらいだったっけそうだね西君がその番組の一番最初に冒頭で出た順位が12位とかで最終は6位でデビューしたそうだねだからまあそういうのがありえるかもしれないってことだよね単純にそうだね生放送中の票がもうグッとその人とかに集中とかしたら全然6個順位上がってるからさ西君はそうだよねすごいよねマジでそうそうそうだから全然ありえる世界かもしれんねいろいろひっくり返ったりそうだね そっから変わるん1人かと思うとそれはそれでさテンション下がる場合があるからあんまり好評戦のシーンはなんかさ私ほら前回テンションすごい下がってたから <laughs> 15位みたいな大5 15位みたいになったから <laughs> そうだねそ,その後のデビュー評価のステージ全然元気なかったもんね全然元気なかったしなんかどういう気持ちで見ればいいんかっていう気持ちになってたよね完全にそう姉妹にはアイス食べてたからね <laughs> <laughs> 気分転換にねちょっと <laughs> いや、でも今回は予想できないことがいっぱい多いから、まあ最後まで希望を持ってね、なるべく J グループの人が全員デビューできる展開になると、まあ、ハッピーだよね。そうだね。なんか、ちょっと中間1発表でズーンってなってしまったけど、最後ね、やっぱりここまででさ、練習生たくさん色々見てきてさ、追ってきたからさ、やっぱり最後はなんか、ね、いい気分で終わり、終われたらいいよね。うん。マジで0人だったら <laughs>、どうしたらいい <laughs> <laughs> ねちょっとすらズーンってなっちゃうなうんまあエムネがチャンスくれたと思ってね信じて、うん、でもさいよいよ最後だけど生放送が楽しみだよねそうだねイエソちゃんティアラを取ってムーンティアラアクションと叫んで投げて何でそんなことしなきゃいけないのいいから早くムーンティアラアクションイエ <laughs> ソちゃん4は倒したね 倒した妖魔、エムネを倒したね。あと、さっきセーラームーン見返したらさ、タキシード仮面ってさ、それ出てきてないね。まだ確かに、まだ今後に期待だね。<laughs> <laughs>